国貞筆、美人東海道大磯野図虎が、雨の中の虎御前を描いた西木へ。虎御前は、鎌倉時代初期の遊女、蘇我助成の目掛け、お虎さん、虎女とも呼ばれる。富士の巻狩りの際に起こった蘇我兄弟のあだうちを描いた蘇我物語で、この物語を色付け深みを持たせる役割をしている。あず鏡にも出てくることから実在した女性とされる。 江戸期に制作された多数の蘇我物にも登場し、虎御前の名は広く知られることとなった。あずま鏡によると、研究4年5月28日に、蘇我兄弟によるあだうち事件が起こった後、6月1日に、蘇我好きなりの目掛けである虎という名の多いその友情を、召し出して尋問したが、無罪だったため放免したと記されており、六月十八日には、虎が箱根で、 すけなりの供養を営み、すけなりが、最後に与えたしの馬を捧げて、出家を遂げ、信の吉光寺に赴いた。その時十九歳だったと記されている。羊虎女の羊については、諸説あるが、おもす本蘇が物語では、虎女の母は、平塚の友女、や社王で、父は遠逃れて、相模国海老名里にいた、くない方が見えながらだとされている。女は、 平塚で生まれ大磯の長者のもとで遊女になった。虎の母のや社王がいた、平塚の遊女宿は、現在の平塚市の黒部が、丘あたりにあったと言われている。大磯の長者は、高来山の近くであるのであまり離れた場所ではない。下水川が間にあるが歩いても1時間はかからない、距離関係である。生涯十郎助成と弟の五郎と木宗は、 早くから父の仇を打とうと考えていたので、最小を持つことを考えなかったが、五郎の勧めもあり、めかけを持つことになった十郎は、自分が死んだ後のことを考え友情を選んだと言われる。虎と十郎はあって、すぐに恋に落ちる。虎十七歳、十郎二十歳の時であった。虎が十九歳の年、研究四年五月二十八日に、源頼朝が催した、 富士の裾野での狩りにやいに乗じて忍び込んだ兄弟は、父のあだの工藤助恒を討ち取る。しかし、十郎はその場で、にったただ爪に切り殺され、五郎も池取りになった後、頼朝じきじきに取り調べられて処刑される。十郎の死後、虎は、兄弟の母を、蘇我の里に訪ねた後箱根に登り、箱根権根者の別当の手により出家する。熊野や、諸国の霊場を巡りながら、 兄弟の母代を弔い、兄弟の一周期を、蘇我の里で営んだ。その後兄弟の供養のため新州の善光寺に参り、首にかけた二人の遺骨を奉納した。大磯に戻った後、高麗寺山の北側の山下に世を結び、菩薩地蔵を安置し、夫の供養に明け暮れる日々を過ごしたことが山下に、現存する高麗寺の末寺であった、昭岩寺に伝わる。 小岩寺虎御前演技に記されている。虎女は、兄弟の供養を片時も忘れることなく、蘇我物語の生成に深く関わりながらその昭案で63年と、いわれるその生涯を閉じる2月13日没、去年53と言われてきたが、最近の研究では、没年は家庭4年とされる。虎年の虎の日の虎の時に生まれたので3。 トラゴゼンと名付けたと、ソガ物語にあるが、実際には、虎ラ女は、羊年の生まれである。なぜトラという名前を付けたのか本当のところは、わからないが、柳田邦夫は、妹の力で、トラゴゼンを引き、かつてト,ーロトランと呼ばれた仏教、道教を治めた御子がいて、トラ石と呼ばれる石のある場所で手法をしていたのではと、推測している。トラが生まれた場所は近くに、 もろこしが、腹があり、その向こうには、高麗寺山があるという異国の面影があった。当の枕言葉は虎であるがそのためかどうかもわからない。虎御前の、御前は、当時、遊女や白拍子などにつけて呼ぶ呼称であり、聖御前、もえ御前などと同じである。当時の呼び方として、御前ではなく短く、御前としたようで、後の御前に通ずる。 山本吉スは、日本各伝承人物辞典で、虎ゴゼというゴゼがいたのではという説を唱えている。また、俳句などでは、虎ごぜんと書いて、虎ゴゼと読ませることもある。北斎筆、東海道五十三寺大磯虎が石を持ち上げようと、心見る旅人を描いた西木へ。各地には、虎ごぜんの伝承と結びつけられた虎が、石が存在する。 大磯町の延べ大寺に伝わる虎が、石は小宝祈願のため、虎池部財天を拝んだ、山下長者の妻に与えられ、やがて夫妻は虎御前を授かった。虎の成長と共にこの石も成長し、付けなりを賊の矢から防いだことで身代わり石とも呼ばれる。静岡県の足柄峠に伝わるものは、兄弟のあだちの成功を案じた虎御前が、 あだうちの場所となる富士の裾野を常々眺め暮らすうちに、その年が石と化して残ったもので、美男が持てば軽く上がるという。大分市に伝わる虎御前席は兄弟の母提を弔うため、天となって諸国を巡った虎御前がこの石に座って体を休めたと伝えている。また、山梨県南アルプス市足安康通りでは虎御前はこの地の首相と伝えられ、 助成の死後は同地に帰って亡くなったという。兵庫県朝ご市では、虎御前がこの地を訪れた際に足を患い、同地で没したとの伝えがあり、虎御前の墓が存在する。こうした虎御前の伝承が諸国に広く見られるのは、蘇我伝説をルフしていた各地の虎と呼ばれた巫女たちの行為及び活躍が、虎御前そのものとして後世に伝わったものと、 民族学者の野村淳一は推測している。俳句の夏の季語に、虎が雨という言葉があるが、旧暦の5月28日に降る雨に、後世の人々が虎御前の悲しみを重ねたものである。この日は、蘇我兄弟の仇討ち結構の日であり、すけなりの命日にあたる。この雨は、すけなりの死を悲しんだ虎御前の流す涙が、雨となって降り注ぐものとされ、蘇我の雨。 虎が、涙とも言う。元来、5月28日には少量でも雨が降ると伝えられており、それにあだうち結構が、大雨の中で行われたこと、蘇我物においての虎午前の定女の様が涙雨を呼び起こすことなどと結びつけられたものと考えられている。ありがとうございます。